マプラスのテオと用のチャンネルへようこそ。バーニーズマウンテンドッグのテオと元バラの女の子ようの絶妙なパワーバランスで成り立ってる里山生活をお送りしていくよ。安心だよ。あ、ごめんごめん。はい、どう、ねえ、僕ら先。あ、これうわうわうわ、なんだこれ。早く出るから早く出して。テオ、やめなさい。うんち出るから。テオは絶対自分のスピンスに出たいから力技を使うし。よいしょ。ほら、勝手に動くんじゃねひどいよ。ヨウは寝床の秩序に厳しいよ。テオはそれに従ってるよ。かわいそう。そんなテオとヨウを取り巻く里山暮らし始まるよ。テオとヨウのお部屋になるこの6畳一間を畳を剥がしてクッションフロアにしていくよ。テオは中関節形成不全の手術を受けて、これから関節炎が発症するかもしれないという状況だよ。普段過ごす家の床は柔らかくて滑らない方がいいよ。最初は畳の上に直接クッションフロアを敷いた方が柔らかくてテオの肘によかろうと思ったけど、両手用にいたずらされたよ。なもんで畳を剥がして合板の上にきれいにクッションフロアを敷いていくよ。畳を剥がし終わりました。これから値段を打って断熱材を敷き詰めていきます。僕たちは外で待ってます。こいつの相手しとくのしんどいな。待て、やはりスピードでこいつは私にかなわない。パワーよりスピードの方が重要なんだよ。ほら、わかってこいや。買い揃えたばかりの工具を使って木材を切っていきます。もたついております。住宅地より山奥でヨウとヨウとのんびり暮らしたい思いがあったので、今回購入に至ったのである。購入したはいいが、家庭事情が大きく変わるかもしれないし、10代好き飼い主男がまた引っ越すとか言い出しかねないので、大ダメージに至らない金額に収めた。でも基本的には永住希望である。飼い主女とおばあちゃんはもう引っ越しはええわと思っている。ただ山奥すぎるので、我々が車が運転できなくなる前に自動運転が普通になっていただかないと困る。移動手段ない問題、死活問題である。一日じゃ終わらなかったみたいだね。巻きくたびれたよ。これちゃんと終わるやつ。手をとようにはお世話かけますが、明日に作業を持ち越しです。翌朝、せっせと作業を開始します。大盤に開いてる穴や隙間を縦で埋めてってます。こうすることで上に貼るクッションフロアをよれなく綺麗に貼れるらしいですよ。あったかそうね。今日もテオとヨウはお外で待ってます。カメラやめて。カメラ嫌いね。パテが乾いたらボンドを塗っていきます。 DIY 系 YouTuber さんのおかげで我々のようなの知識粒の素人でもある程度できるのはすごいよね。空気が入らないように丁寧にマットを引いていったら完成です。テオとヨウも気に入ってくれましたかね。滑らなければ何でもいいよ。私は畳の方が爪でバリバリできてよかったな。ひとまずテオとヨウの部屋の床はこれで完成。他の部屋も断熱材を入れて床を張り替えたり、ドッグランだったりいろいろ作っていくよ。これからも里山で飼い主どもが自己満でテオとヨウのためにあれこれしていくので、よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくね。それではまた次回。待って。